今日は9月の18日水曜日、今日の午前2時55分発のフェリー南海フェリーと南海電気鉄道を乗り継いで今大阪難波に着きました。これから名古屋方面を目指し途中奈良を経由します。ちなみに南紀方面、紀伊半島の南部はどうするのか、そこ回らなくて日本一周と言えるのかという苦情が来るかもしれませんが、そこもちゃんと回りますので、ご心配なく、本日はとにかく、名古屋を目指します。これから利用するのは近鉄線、よろしくお願いします。まだ朝の7時、立派ですよねこれ。難波駅の高島屋、戦前に建てられたデパートでしょうかね、どうだろう、いやこれ戦後かもしれんな。ちょっと自信がなくなってきました。向こうを見てお分かりいただけますが、気温25度、あでも25度あるのか。じゃあ一応夏日なんですね。もうね、冷房とかでいろいろ冷やされまして、ちょっと寒くてしょうがないので、服を何か買おうかなと思っています。これについては申し訳ないんですが、予算の外でやらせていただきたいです。朝ごはんは駅前の商店街、うどん屋さんうどん170円の看板はかなり驚異的です。あの香川県うどんデフレスパイラルが発生している香川のうどんがだいたい150円ぐらいですから、まあ、それ考えればね、ものすごい額です。そしてまた今日注文したのは、うどんを食べてる間に作っていただきました親子丼セット510円。この親子丼も本当にね、注文してからこう卵に閉じて作ってくれて、卵も何個使ってんだって感じ、いっぱいに分厚いこう上の衣ってのあれが乗ってたし、鶏肉もゴロゴロと入ってて、朝から大変に幸せな思いをしました。500円で究極に美味しいものをお腹いっぱい食べることができる、これが大阪の魅力。本当にありがたい土地に来ることができました。実際にあの510円というのは驚異的に安いですけれども、多分探せばああいうものを出している店というのは、まあ、日本中探せばいろいろあるはずですが、これがね、この大都会の難波の駅前のすぐ徒歩、まあ、2分ぐらいのところに普通にあるっていうのがすごいんですよね。商店街の中でも一番立地いいところにありますから、いや便利で本当にありがたい。また駅前に伸びておりますこの道は、この間通りましたね、御堂筋。まっすぐ行けば中之島とか心斎橋とかあの辺にももちろん至ります。御堂筋って書いてありますからね。この変な建物、これなんだろうなと思うの、もともとここに歌舞伎座があったそうです。今はありません。ただ雰囲気だけは昔のものと似せたビルが建てられています。今ホテルになるそうです。今日の運賃を安くするための一工夫、金券ショップの自動販売機で購入するのは近鉄線の株主優待乗車券です。私は株主ではありませんが、これを使えば1回、近鉄線全線を乗り放題というか、タダで乗ることができます。ただ1回なので1日中乗り放題になるわけではありません。これを使えば例えばこの大阪から名古屋までこの1800円で移動することもできてしまうわけです。こんな風に切符タイプ自動改札に入れれば使えます。ただ1800円ということですが、私はねこれ相場1600円ぐらいという認識なんですよね。多分まだ有効期限があるので、ちょっと値段が高止まりしているんだと思います。この周辺の金券ショップ複数見て回りましたが、どれも1800円でした。ただ購入した優待券は長距離の乗車にバッと使うのがいいわけでして、今からはまだそんなに遠くまで行くわけではありません。普通に切符を買って乗っています。最初の目的地は額田駅。いかんうっかりしてた。普通にね快速急行ってやつに乗ってったら、まあ行くかなと思って適当に乗り込んだら全然見当違いだった。もうすごい先まで行っちゃうんで、慌ててこの鶴橋駅で降りました。近鉄線では多数の近鉄特急と呼ばれる便利な特急列車を運行していますが、これに乗るにはお金がかかるので乗ることはできません。当たり前ですね。朝の忙しい列車の往来が見られ、この鶴橋で降りた甲斐もあります。なんだこの駅は。もう戦争は70年も前に終わったはずなんですけどね。何これ、こんな建物がいっぱい建ってるのか。うわ、あれもすごい。何これ、鶴橋ってこういうところだったんですか。あ、準急が来た。あれに乗りたいんですけど、あんな方に止まっちゃった。急いで行かないとな。私も乗り慣れてないもんでいろいろ混乱してたんですけど、なんかねこの奈良行きに乗れば大丈夫みたい。朝ラッシュ時間で忙しいですけど、でも列車の中そんなには混んでない。東京のラッシュほどはひどくありません。で結局この東花園駅でさっき鶴橋で乗り遅れた列車に乗り換えることになりました。まあこんなどうでもいいんですけどね。8
8時40分ぬかた駅に到着しました。ここまでの道中、そしてこれから先、非常に道が険しくなっているのをお分かりいただけますでしょうか。結構な坂道です。このように見ていただければ、あちら側も大変な下り急勾配ですが、実はこの地図を見ていただくと、列車がこれでも坂道をなるべく避けているということがよくわかります。この先、今ちょうど地図と、画面を一致していただければわかりますが、この列車の裏にそびえております生駒山、この生駒山を近鉄線が、まあ実際の画面でいうとこんな感じですけどね、このようにわざわざ左側へ大きくこう迂回しています。まあもちろんここに、生駒市の中心の駅があるからという理由もありますけれど、このように避けることによって坂道を回避しているというわけです。で、私は今回この坂道を回避せず、一旦近鉄線をここで降りて、この道をこのようにまっすぐ南生駒駅まで歩いてみようと思います。そこまでの距離は4キロ。今日はそれほど暑くありませんから、ちょうどいいハイキングです。朝寒いと言いましたけど、それもうどんのおかげで完全に温まりました。さてさて、それで今回の目的である国道308号線に来ましたよ。来ましたけどね、と思って道確認しちゃいました。間違えてんじゃないかな。合ってました。こちら国道308号線でございます。これ分かりますかね、輪っか丸々がついてるの。これ自動車が、ね、こう滑りづらくするため、まあそんなの誰でも分かってるか私ぐらいですかね、知らないのは。多分ね、あの辺が大阪の京橋で、こっちこの辺が梅田とかだと思うんですが、大阪駅も見えるかな。ともかく、お、車が来たな。こういう場所なんですね。この308号線は大阪と奈良を結ぶ最短のルートですが、まあ実際にはほとんど機能していません。少なくともそういった目的で使われることはありません。ただ江戸時代からずっと重要なルートではあったようです。この先にある大和郡山、郡山藩が大阪方面に出かけるとき、お殿様の籠を連れてここへ通っていたそうでした。お殿様の籠を連れるってなんだ、もうちょっと道が険しくて頭がうまく回りません。おお、なんか面白いものがあるな。スリップ注意、福音強照、ただいまの気温23度。これよくね、あの道路で自動車に乗ってると見る看板ですけど、やっぱり国道を国が整備している道だから、そういうところにあるのが設置されてるって場合もあるんですね。しかしこの山道の登山道にしか見えない景色に、なんとも不釣り合いな面白さです。ちょっと休憩、脇道にそれます。おお、綺麗だ。いや本当はね、先輩 YouTuber 松尾芭蕉の区碑があるというので見ようと思ったんですけど、これ 0.1 キロ下ったところだったんですね。これはもう降りたくないな。ここで芭蕉が読んだ句は、菊の花に暗がり昇る節句かなというものです。でその時松尾芭蕉は奈良を出発して大阪へ向かって旅していたそうでした。で実際大阪に行ったんですが、これが松尾芭蕉最後の旅になったそうです。松尾芭蕉は旅先の大阪にいて病気になって、そのまま亡くなってしまいました。まあ、でも松尾芭蕉は、まあ、本望だったんじゃないかな、良かったなと思いますね。私も勉強しましたけど、故人も多く旅に死せるあり、旅先で死ぬということを念願としていた松尾芭蕉、本人もまたその故人の中の一つに入ったわけです。おお、すごいすごい、これを登っていくんだからな。さっき軽トラックがうわーっと言って、これこそ本当のベタ踏み坂ですよ。この間行った江島大橋、あれも大変立派ではありますが、トリック写真にすぎません。これはもう本当に過酷を極める。あれ、区碑が向こうにあると思ったら、こっちにもね、今行った区碑があったんですけど、ここにある説明、まあ私が行ったの大体同じぐらい書いてありますが、見るともともとこういうのがあったんですが、なんかね、これは再建のものらしいですね。もともとあったやつが埋まってしまって、これはまずいってんで、建て直した後、埋まっていたやつが大雨でたまたま出てきたんだそうです。虫が来るな。いやしかし、今まで歩いてきた道の中で一番きついぞ。これはずっと歩いてるんですけど、まだ2キロのうちの500メートルしか来てないらしいんですよ。もうちょっと来てるかな。なんだこれ。でも本当景色は一流だ。こりゃどんどん標高を上りますから、温度今下がって22度。これでももう全身汗だくです。ああ、うわお、なんだこりゃ。タイヤの跡がついてる。登れなかった車がつけたんですかね。いやちょっとね、ここにたまたま置いておける場所があったんで、カメラを置いてどんな感じで歩いてるかご覧に入れましょうか。
車来たから危なかったですけど、早めに避けといたんで問題はなかったと思いますが、大体お分かりいただけたら幸いです。なんかこの暗がり峠は産業廃棄物の不法投棄がかなり横行しているようで、こんな掲示がもう本当に至る所に見られます。実際なんか見てみるとね、タイヤがなんか落ちてたりとか、タイヤとかなんか変なこう土砂が入ってたバケツみたいなのとか、この奥にもいろいろとありますけど、わあ、今度はこれ自動車ですね。車が捨てられてんのか、こりゃひどい。さて今日の再生数ですが、ようやくね、今日の工程を始めて7時間経って予算が確定しましたが、5万3000円ということになっております。あ、間違えた、7300円。おお、ついに人里に着きました。あ、建物が見える。あ、こっちにもなんか人の生活する様子が見えます。さっきからね、ここで銃声なんかも聞こえておりまして、なんか漁をやってるみたい、山を響かせています。どうもほぼ登り切ったらしい。気温は上へ来るまでに1度、いや2度下がりました。おうおお、びっくりした。猫はびっくりしなかった。ここも猫が多い地区と見えまして、このように至る所をおります。不安そうな目で見つめる子猫ちゃん、別に何もしません。この家の敷地にいっぱいいるみたい。おお、ゾロゾロいるぞ。おー、すごい数だな。お母さんが産んだんですねこれね。もともとこの暗がり峠周辺が宿場町として栄えていましたので、現在でも家が並んでいるようです。ここまではずっとコンクリート舗装でしたが、これより石畳に変わります。全国で唯一の石畳の国道、江戸時代に作られたもので、もともとお殿様を持ったっていうのをお殿様を乗せた籠がつるっと滑って落ちないようにとの対策で敷き詰められたものだそうです。ああ、そしてついにこれまで一度も経験しなかった下り坂に達することになりましたが、ここをもって奈良県生駒市に入ります。峠を越えるということの喜び、交通の難所ということを、なんか久々に自分で本当に体力でもって実感しました。こちら大阪府東大阪市ね。暗がり峠という名前はいろいろあるそうですけれど、一つにはあまりにも坂が急すぎて馬がひっくり返ってしまったので馬の鞍が返る峠で暗がり峠とする説もあります。現在はこの辺りでお店屋さんはほとんどありませんが、この峠の茶屋末広さん、ここがね、唯一なのかな、結構賑わっているようです。値段もそんなに高くないな。でも寄っていくお金はちょっと私は持っていません。いいな、このクリームソーダ美味しそうだな。奈良に都があった頃は大阪から船出をするために何輪の杖抜ける重要ルートだったようです。また大阪の人たちがお伊勢参りをするとき、今近鉄特急に乗っていくのと同じように、昔はこの暗がり峠を越えていたそうです。じゃああとはもう大阪を背にこの急な下り坂を進みます。お、もう生駒市って書いてあるね。実は大阪から奈良へ降りる方はね、そんなに急じゃないらしいんですが、あ、お茶屋さん他にもあるね、営業中。ああ、この家は家に仮設トイレがついてるけど、このうちのトイレはつまり仮設トイレだっていうことですかね。下水道とかなんかなさそうですもんね。大変だこりゃ。もうこちら側には奈良県の景色、うわ結構すごい立派な広がりです。ああ、奈良県側からは少ないけれどバスの便もあるみたいです。土日祝日とか特定日は運休。でもこれに乗っても暗がり峠の上へ簡単に来ることはできますが、あの急な坂道を体験することはできません。何かと思ったら急に泣き出しまして、ここは鶏小屋のようです。中までは近づけば見えるかもしれませんけど、一応人ん家なんで、ね、わざわざ覗くってことそこまでしなくてもいいのかなと思いますが、食用、まあ食べるんでしょうけどね、鶏そのものを食べるのか卵を食べるのかどっちでしょう。おうおうおう、卵だ。暗がり峠の卵って書いてあります。柏大和地鶏、ここでも柏って言うんですね。無人販売は6個で400円。鳥も自由に歩き回っています。結構ね、養鶏場っていうと印象では、あの鳥が狭い籠に閉じ込められてもう一歩も歩くことができず産む機械として扱われているイメージですが、ここの鳥たちはみんなのびのび過ごしているようです。やっぱこういう卵を食べるんだったら食べたいですね。しかも安い、いや安くはないわ、全然ごめん、安い方ではないな。まあでもそのイオンとかで売ってる格安の卵に比べるとちょっと値段はしますけども、でもこういう風な育て方をしているものとしてはそんなに高いとは思いませんよ。
むしろ私たちが普段口にしている卵がほとんど機械製品のように作られていることを考えれば、あれは格安だと言ってもいいでしょう。さて、だいぶ降りてきました。ここまだ308号線ですよ。左側に見えるこれは多分人工の池なんじゃないかな、いや天然の池かもしれないな、微妙ですが、奈良県にはため池が多いのです。まあ、お気づきかもしれませんが、私ため池とかダムが好きなんですけど、あの奈良県はあんまり雨が降らなくてね、それから川もなんか立派な川はそんなにはないんで、ため池でもって水量を補おうという香川県と同じようなことをやっています。なんだ、今度はたこ焼き屋が5個180円だってさ。今日はもうなんかいろんなものを見てきたな。もうついに一方通行になりました。まあ、国道なのにということは、別に国道だって一方通行になるのはおかしくないんでしょうけど、初めて見ましたよ、一方通行の国道というのは。降りてきた山と、なんだっけこれ、まして生駒山、立派にそびえています。さあ、そしてついに来た、降りてきた、これが近鉄生駒線の南生駒駅です。あの山を越えて反対側のぬかたよりやってきました。まあ、山を越えたというよりは完全に山頂まで行ったわけではないですけどね。この川、竜田川だそうです。から紅に水くくる川、これでしたか。まあ、もう言わなくても大体分かったかと思いますけれども、近鉄線はこの山を越えるということはせず、この画面右側のあたりをぐるりと迂回して反対側に回り、大阪方面へ行くということになっています。疲れた。なんか4キロぐらいだと思ってたんですけど、6キロあったりでした。で、山頂付近でね、ぬかた駅のところで、あれを買ったんですよ、お茶とか、それから、甘いものね。山頂とか峠のところで食べたかったんですけど、峠を越えるぐらいのところからもう全く休憩するような場所が全くなかったんで、しょうがない、全部一足に降りてきました。一部です。急行電車にはお坊さんが乗っていました。大和西大寺駅です。この駅で降りて何かお寺など見に行くわけではありません。この西大寺駅は近畿日本鉄道の駅の中でも、いや日本の中でも相当いろんな方面に分岐をしていく駅として知られていて、このように大量の分岐器が線路上に設置されています。それがこの駅の見物。今日もホーム上に鉄道マニアが多く集まっています。ただこのようにホームの端に信号機が設置されていますので、そうするとね、まあ、ちょっとこの先のぐちゃぐちゃしている様子が見づらいかな。なんでも芸能人のタモリも西大寺駅を好んで見に来ていたという話です。お待たせしました。奈良に着きました。この動画はこの駅までです。次は奈良から名古屋方面、まずは奈良公園の鹿にちょっと挨拶回りをする必要がありそうですが、今回暗がり峠について私も初めて訪れましたんで事前に下調べをしたんですが、その時まあなんていうのかな、ブログみたいなね、小切れに作ってあって、一つの話題ごとに、小分けに、段落というか、まあ、見出しがつけてあって、最後にはいかがでしたかの決め台詞、そういった、まあ、ブログ的なサイトを多く見たんですけれども、そういったサイトね、本当に情報書いてある質が低くて、
なんかウィキペディアの方が情報大量に書いてあって、もうなんか全部これウィキペディアからそのまま丸写ししたんだろうみたいな、しかもそれもなんか満足にしてないみたいなね、そんな感じの、記事を非常に多く見たのでした。ちょっと前にね、いかがでしたかブログとか言われてなんか話題になりましたけど、 Google の検索結果の上位に表示されることだけを意識して作られた、切り張りの情報、まあ、しかも、大体のものはもう、みんなが知ってるような当たり前のこととか、Wikipedia 一発で見れば全部書いてあるようなことばっかりが並んでいる、まあ、あまり価値があるとは思えない、ただ無駄に長いだけのブログ、それをあの最後にですね、大体いかがでしたかという書き方であの締められるもんだから、そういうふうなね、まあ、皮肉な名前がついたんですけれども、まあ実際ね、私も今回行ってみて、まあ、きっとあのブログ記事は、まあ、皆さんもね、多分暗がり峠って検索するといっぱいそういうブログ記事を見つけられると思いますけれども、まあ、一回も行ったことない人が書いてんだろうなって感じでした。まあ、行ったことがない人がね書くのも、まあ、しょうがないんですよ。実際にはそういう記事を書いてる人も別に書きたくて暗がり峠の記事書いてるわけじゃなくて、その記事を書いてる人自身は、時給、まあ、1000円ぐらいとかね、一文字1円とかするぐらいの、給料をもらって、書いてる、まあ、所詮は三流ライターとでも言いますか、そういう人たちがやってるわけですんで、あんまりその書いてる人たちのことだけを悪く言ってもしょうがないんですが、まあああいうものを見るぐらいだったらうちのチャンネルの方がまだ見る価値があるかなと、自分で今日行ってみてね、そんな風に思いました。やっぱりうちもあの発信をすることがもう第一なので、YouTube ってのは動画作ることがね、あのそもそもこう使命というかあの必要なことですから、大したことがなくても動画作んなきゃいけないとかいろいろ事情があるんで、ものによっては情報がスカスカになったりとかすることもあるんですが、なるべく皆さんの、参考になるような、情報を収集するアンテナは広く張っているつもりです。今回の動画を見て皆さんの暗がり峠探訪のお役に立てましたら何より幸いですし、単純に見て面白く感じていただけたらもうそれで十分です。いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたか。次回もよろしくお願いします。続きどうするか言いましたね。そうですね。じゃあこれで終わり。ありがとうございました。